皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。前回までのリーグ戦、スペシャルリーグセカンドディビジョンは2位で通過することができました。で、その後動画外でスペシャルリーグファーストディビジョンやったんですけど、これもなんと2位で通過することができました。で、今回からスペシャルリーグプレミアディビジョンになります。まあ、長いことフッティスタのリーグ戦やってきたんですけど、とうとうリーグ戦の一番上まで来ることができました。このリーグ戦は優勝のみです。なので、とにかく優勝を目指してやっていこうと思います。ということで、スペシャルリーグプレミアディビジョン第1節、よかったらご覧ください。
奪います。タッチを割ります。スローイン、このゴリゴリトップで相手のディフェンスを翻弄できるか。奪いました。抑えます。抑えて、さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。相手ボールになります。しつこい追進を選手たちに要求しています。ボールを運びます。現在2点リードで試合が進んでいます。奪われます。ミリンコビッチサッチから駆け込むクリスティアーノ・ロナウド、足の速さには非常に適応のある選手です。ボールを取り返す。ワントラップ、作った、奪われました。縦へ送る。サンルッケのミリンコビッチサッチ、このボールをからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。一人で行く、どこで仕掛けるか、後方にも見えますが、割って入ります。中央へ、これはもう後がダイレクト、やった、決めた、ゴール、見事2点目を決めました。これで2点目、チームに大きく貢献します。後半37分、この試合を制するのは果たしてどちらか。ペナルティーエリア周りで非常に強固な壁を築いています。右に送ってパスを出して、ピアニッチからアラバ、パスを出しました。カケホンはキープ、どこで仕掛けるか、決まった、どこで失点してしまった。またこの男が決めました。これで2点目、チームに大きく貢献します。後半44分、キックオフから試合再開です。ワントラップ、アディショナルタイム、もう時間がありません。ここで奪い返された。ワントラップ、クリスティアーノ・ロナウド、足の速さには